オスカー・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族、軍人。陸軍少将。19世紀に、ドイツで再興された聖ヨハネ騎士団、ブランデンブルク王クダ区ク長。全名は、オスカー・カール・グスタフ・アドルフで、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の逸尾。ドイツにおいて三皇帝の都市と呼ばれる1888年、ビルヘルム2世とその皇后であった。 シュレースビヒ・ホルシュタイン公フリードリヒ8世の娘、アウグステ・ビクトリアの間に、第5子として、ポツダムの大リシミヤ殿で生まれた。名は、大父のスウェーデン王スカル二世による。プレーンで育てられ、士官学校を経て、ボン大学に入学、国家学を学んだ。オスカーは、母、アウグステ・ビクトリアの下で助監をしていた、バッセビッツ霊別を白尺夫人イーナ。 マリーと恋仲になった。帰遷結婚にあたるため、ビルヘルム2世は渋ったが、最終的には認め、二人は1914年7月31日に、ベルリンで結婚した。またエイナ・マリーは、ルッピン伯爵夫人に模擬された。恋愛結婚であったせいか、夫婦仲は良く、二人の間には三男数ずが生まれた。第一次世界大戦ではオスカーは、リークニッツ中トンの、 第七敵団兵連隊の隊長に任じられていた。戦後、オスカーは、鉄カブト団に参加したほか、兄アイテルフリードリヒから西ヨ派ネ騎士団、大倉区長職を引き継いだ。鉄カブト団が、国家社会主義ドイツ労働者等によって、解散、吸収された後は、オスカーは、もっぱら西ヨ派ネ騎士団大官区長としての活動に、専念した。百五十八年一月十七日、 学生主要のためむンヘンの病院で死去した。遺体は、遺言に従い、法園ツレルン城内ザンクトミハイル両方の兄、ビルヘルムのそばに葬られた。オスカー、イーナ・マリー夫人と家族妻のイーナ・マリーとの間には、以下の三男かずめを設けた。直お戦結婚ではあったが、1920年に、妻子に対して、プロイセンを王子妃、王子、王女の称号が与えられている。 ありがとうございます。